じゃあこんにちは。さあ前回までは各チーム、はい、5位まで行きましたね。ね、各チームの MVP と期待する選手、振り返りとかね、はい、色々含めてね、はいはい、じゃあ今日は4位の、はい、チーム行きましょう。まずセリフからですが、はいはい、広島の、うん、まずは打者です。まあ、優勝逃したからね。ねえ、なかなかね、あれだけども、まあやっぱこうすぐ頭にくるのが、はい、鈴木誠也です。まあ首位打者取ったしね、はい、結婚もしたしみたいな。公私ともにですね。公私ともにもう絶好調だね。羨ましいですね。プレミア行ったらそうですよ。もうなんか俺が日本の4番だぐらいの風格が出てきたしね。はい、欠点ないじゃないですか。欠点ないよ。ちょっと成績は、うん、140試合に昨シーズンは出場しまして、はい、打率が3割3分5厘、はい、ホームランが28本、はい、打点87、はい、で長打率は5割6分5厘、はい、出塁率4割5分3厘。もう文句つけようがないよね。パーフェクトですね。パーフェクトでも追っかけてるのは、追っかけたのは、はい、西川。西川選手です。ねえ、まあ鈴木誠也も成績を上げるとこれ以上はないから。まあ、言わないけど、ね、西川って本当に天才的だよね、はい、バッティングが、はい、バットコントロールというか、人が打てないボールを打ってしまうというね、うん、非常に見ていて楽しい選手、はい、うん、ハマった時の長打力もあるし、なんか技もあるし、だすごくああいう方だなと思うよね、うん、だから西川が活躍しだして、はい、なんかこう広島の成績がちょっと落ち着いてきたというか、うん、まあ、アップダウン激しかったじゃん、はい、広島って昨年。そうです、ね、だからそういう意味では西川の存在っていうのは今年も生きてくるかなっていうのがあるよね。なんか例えば数字的に見て、ああ もうちょっと欲しいところっていうのはありますか、何か。やっぱ集団者争いしてほしいね、うん、この選手には、はい、で落ち着いて1番だったら1番、うん、3番だったら3番、まあ、器用な選手だから、はい、ある程度どこでもこなせると思うんだけど、そうじゃなくて一つのポジションを、まあ、センターだったらセンターだとか、ね、まあ、センター行って調子が上がったんだけどさ、1番だったら1番、3番だったら3番とかさ、はい、やっぱこう確立していってほしいなと思うね、うん、はい、そして豊さん、相澤選手も挙げてるんですよね。はいはい、まあ、相澤ってキャッチャーだしね、すごく重要なポジション で、はい、で今打てるキャッチャーってそんなにいないじゃない。うん、でも2割7分7厘の、はい、まあ、12本、これでもねちょっと相澤の成績からするとそんなに良くない方だよね。あ、もうちょっと中間レベルの成績だと、はい、率だって3割残せることがあるしね、はい、うん、まあやっぱり野手は何と言ってもやっぱ鈴木誠也だよ、を中心に、うん、そうですね、回ってるというか、うん、まあ、彼はホームラン狙ってないっていうんだけどね。そうなんですか。強い打球を打つ、低い強い打球。あ、札幌ドームでさ、はい、交流戦の時にフリーバッティング見たんだよ、うん、ね、あ、これフェンスまで行こうかなっていう低い当たりがそのままスタンド入ったからね。すごい。いや、あれにはびっくりした。すごいですね。もうね、あの、なんていうの、フリーバッティングで金が取れる選手になってきたね。すごい。練習でも金が。でも今シーズン、あ、昨シーズンこれだけ成績を残したら今シーズン期待されるものとかがもっと高くなるっていうのは、もちろんもちろん、ね、本、まあ、本人もこの成績でじゃあ満足かというと100打点上げれてない、はい、ホームランも30本いってない、うん、まあ、率的にとか、はい、率とか出塁率とかは、まあ、これ以上ないものを残してるけど、そこら辺の数字的なことで言えば30本以上、100打点以上、あとはプラス優勝だよね、やっぱり4番を打つ限り、はい、まあ、そこを目指す、今年はね。そうですね、はい、ってことはもうこれ MVP はもう鈴木誠也選手で、そう、問題ないですね。で、期待する野手なんですけれども、はい、田中康介が非常に悪かったよね、去年。そうですね。で、菊池が、ね、抜けた関係で、やっぱ内野手にどうしても期待がかかってくるんだよ、はい、やっぱセカンドポジションは誰が埋めるかという、うん、という意味では小園。いや、田中康介は、はい、まあ、実績あるから、はい、おそらく膝が悪いんだよね。
ということはセカンドでショートよりも負担のかからないセカンドで使う可能性があるし、ショートの空いたポジションは小園が埋めるかなと、埋めなきゃいけないという、はい、ただエラーが多いんだよ、うん、だから課題としてはやっぱり守備、バッティングが慣れていけば必ず打つ、はい、だから守備、小園頑張れ、いやそうです、ね、いい子なんだよ、笑顔が素敵だね、言ってましたよね、そうそうそう、はい、じゃあちょっと小園選手はちょっと守備面で頑張ってほしいし、はい、今年やっぱり菊池が抜けた関係上、小園か田中康介をどちらかをコンバートすると思うんだよね。でも体的に若いとか強いとか言えば、うん、やっぱ小園が強いよ、うん、やっぱ田中康介怪我しちゃったしね、膝をね、そうですね、だからそういうことを考えると、うん、やっぱ小園がショート、田中康介がセカンドということが、はい、あ今年から見れるかなっていう、じゃあ期待する選手は小園選手で、はいはい、じゃあ続いてピッチャー行きましょう、はい、ピッチャーはまずはジョンソン、ジョンソンね、はい、なんだよ、うん、言い方おかしかったえ、発音がおかしかったですか、ジョンソン、ジョンソンジョンソンなんでバカだろ、スライダースライダーそれがいいね、はい、ジョンソン、まあ、ジョンソンね、はい、まあ安定してたけど、うん、なかなかマウンド上でイライラしてて勝たなかった時期があったんだよね。でも、まあ、まとめてくるあたりがさすがだし、やっぱ防御率でも2点台でしょ。そうですね、やっぱすごいピッチャーだなっていうふうに思うよね、うん、で対抗が大瀬良、大瀬良投手、大瀬良が悪かったね、キャンプの時からそんなに良くなかったんだよね、やっぱ疲れが残ってるっていう、あもう前からの、はい、っていうような感じがしたんだけど、でも、まあ、まとめてきてる。2桁、はい。2桁ね、10勝9敗、はい、まあ、勝率としたら5割5分、はい、やっぱエースだから、7割ぐらいはいってほしいよね。そうですね。まあ、防御率もジョンソンから比べたら 3.53 という、うんね。ただ、中継ぎで頑張ったのが、フランスは、はい、まあ、クリも頑張ったりとか、はい、いろいろしたけどね。うん、まあやっぱりピッチャーから言うと、はい、ジョンソンだろうね、ヤクルとかフランスだとか、うん、やっぱ先発が崩れた時にもうフル回転で投げた印象があるのね、うん、昨年はでなゲームを壊さないように頑張ったっていうのは あっても、うん、やっぱ先発で防御率 2.59、まあ、ジョンソンかなという安定感、安定感、まあ、大瀬良もいっぱいいっぱいで頑張ってたけどね、あ調子が悪いなりに投げるコツを昨年は覚えたんじゃない、うん、だから今年また復活すると思う、まあ、復活っつっても11勝してるけどね、そうですね、でも11勝のピッチャーじゃないし、まあ、ジョンソンもそうだけどね、はい、だからこの2人が15勝ずつぐらいするとまた A クラスに入ってきて優勝争いするチームだよ、そうですね、うん、そんな中期待する投手なんですけれども、これね島内、島内宗太郎投手、はいはい、若いんだけどさ、はい、これ神宮で投げた時にね、はい、球見た時に、うん、うわこのピッチャーはいいピッチャーになると思ったんだ、いや他にも候補はいっぱいいるよ、だけど俺が強烈にインパクトが残ってるのは、うん、島内なんだ、その時に見たそのボールどんな感じなんですか、いや球 のフォーシームっていうか、はい、ストレートがものすごい伸びてたんだよ、ね、あこのピッチャーはいいピッチャーになるっていうふうに、もうなんか見た瞬間にほれぼれした、はい、投げ方もいいし、だから今年どのぐらいブレイクしてるかなという楽しみだよね、先発型なんですね、その時はねリリーフで投げたんだけど、はい、おそらく先発に持っていくんじゃない笹岡監督だったら、はい、うわー、球の勢いいいもん、うわ見たいですね、早く見たいです、だから俺は、うん、まあ他にもいろいろいるよ、うん、いるけどなんかこう一目惚れっていうかさ、へー、 それってすごいですね、一目惚れした、へー、あこれピッチャーいいピッチャーになる、じゃ今年のキャンプでももう一軍帯同で行く、いや多分行くと思うよ、あなたが持ってれば見たいですね、見たいでしょ、見たい、ちょっと本当に楽しみにしてください、楽しみにしましょう、ということで広島は MVP、はい、野手は鈴木選手、そう鈴木誠也、ね、期待しているのは小園選手、はい、でピッチャーは MVP がジョンソン、期待するのがその島内宗太郎投手と
しみですね。いや、島内は楽しみなピッチャーだと、はい、俺の目に狂いがなければね。続いてパ・リーグ、はい、行きましょう。パ・リーグは、はい、ロッテです。ロッテのまずは打者部門です。まあ抜けたけどさ、うん、鈴木大地そうですね。いやだって昨年の MVP だからチームが。そうですね、うん、だから2割88人、はい、で15本、68打点、はい、いろんなポジションを守りながら、うん、ね、出塁率が3割7分3厘、まあいい選手だよね、うん、ちょっと足が遅いんだけどねそうちょっと足が遅い、ね、はい、うん、で荻野、荻野選手、はい、3割15厘、はい、ね、ホームランが10本、46打点、出塁率が3割7分1厘、ね、1番としたらもうちょっと出塁率が欲しいけど、はい、でも合格ラインだよね、うん、で盗塁が28、でも怪我しちゃったね、途中で、ちょっと休む、そこがもったいないですね。そこが鈴木大地とちょっと違う、うん、でレアード、はい、レアード選手、打率は低い、出塁率は低いんだけど、うん、だけど32本、そうですね、ホームランで、ロッテが勝てないって言ってた時に、まあ、日本ハムからレアード取り、ホームランの数が倍以上になったという、はい、まあ、レアードだけじゃないけど、まあ、テラス席もできたからね、はい、まあ、増えたんだけど、なんかこうチームに勢いをつける活躍があった、32本のホームランがね、はい、うん、だからそういう中で、まあ、候補には入れたけど、うん、この中でいけば鈴木誠也かな、鈴木大地、あ、鈴木大地、同じ鈴木になりましたね。そう、鈴木大地も本当だ、いなくなっちゃう、いなくなっちゃう。だからね、でもこの選手の貴重なところっていうのは、腐、はい、らず一生懸命やりながらどのポジションもこなしていくという、うん、で粘って粘ってサヨナラヒットとかパッとへし折ってね、はい、とかすごく印象的な活躍もあり、うん、まあ鈴木大地でしょう、鈴木大地、昨年はね、はい、だからこの成績を埋めるような選手が、まあ、出てこなきゃいけないということだよね、はいはい、そして期待する選手なんですけれども、はい、あのね、ロッテはね、いい若手がたくさんいるのよ、まあ、藤原にしたって、はい、平沢大がもう若くもなくなってきてるけどね、うん、まあその中で安田、はい、安田選手、ああ、うん、履正社かな、はい、そう、2017年履正社からドライチですね、うん、で19本ホームラン打ち、はい、打点がファ、これファームの成績だけどね、はい、82打点、はい、で出塁率が3割6分5厘、長打打ちながらボールも見れてるという、おすごい、しかも188cm の95キロ。だからまあ、かなり長打を期待されてる入った選手なんだけど、はい、まあ、昨年のキャンプの時にね、話す機会があって、ちょっとフライボール革命に、うん、取り組んでるという、まあ、結果が出始めてる、まあ、どういうバッティングに変わってるのか分かんないけど、でも、もうそろそろ出てくるんじゃないかと。うん、で、鈴木大地が移籍したでしょ。はい、サードのポジションというのは必然的に開くんだよ、うん、だから安田が入るかなっていう、あ、楽しみに入れますね、ってなると楽しみになってくる、うんうんうん、そうですよね。でレアード、アジャ、はい、井上ね、井上聖也、でレアード、あ、安田がホームランを打ち出すと、はい、まあ福田も取った、そうですね、で美馬も取った、うん、で補強も充実してきた、うん、そしたらロッテっていう可能性がすごく膨らんだチームだよね。そうですね。だからそこで安田がこうサードにピサッとはまれば、非常に面白いチームになる、うん、だから期待してる、続いてピッチャーなんですけれども、はい、まず MVP 候補は種市投手、いいピッチャーだよ、うん、力があるのにコントロールがいい、で昨シーズンは26試合登板して8勝2敗、はい、うん、負けないピッチャーだよね、うん、でも勝敗がつかなかったゲームっていうのはたくさんあったのよ、はい、試合数の割には、うん、だから点取ってくれないから味方がね、あ、だから折れるしかない、そうですね、投げながらもね、で防御率が 3.24、はい、ね、もう勝率8割あるから、すごいですね、すごいでしょ、まあ、だからこのピッチャーはもっとどんどん大きくなっていってほしいなっていうピッチャーだし、うん、まあ、安定感が出てきてるなっていう思うよね、で次は二木、うん、うん、やっぱ種市から比べるとちょっと落ちるよね、そうですね、防御率も勝率もそうですね、そうだね、うん、で勝たなきゃいけないのはボルシンガーなんだけど、はい、
去年何やってたのね。そうですね、数字的に見てもそうですね。いやもうね、動くボールと、はい、なんていうの、ナックルカーブっていうのがすごく良かったんだけど、はい、全く昨年ダメだったもんね。どうしたの、相対的にロッドのピッチャーはあんまり良くなかったね。でもね、いいピッチャーはいるんだよ、はい、いるんだけど、なかなか力が出しきれなかったという意味で、まあ、やっぱ種市になるよね。まあそうですね、甲子園の MVP は、うん、ね、いくら上がったのか分かんないけど、ね、上げてくれたと思う。まあそうでしょうね、この成績だと、はい、で、期待する投手なんですけれども、まあ佐々木千早、はい、まあ、ものすごい期待されて入ってたんだけど、まあ、1年目にちょっと投げて、翌年なんか肘が悪くて手術して、で昨年だったんだけど、まあやっぱこうリハビリとかね、そういう時間がかかり、持ってる潜在能力っていうのはすごいものがあるし、勝てるピッチャーだしね。で一回話したことあるんだけど、人についていくタイプじゃないんだよ。俺についてこいみたいな、俺が投げてやるっていうタイプなの、はい、そういう風な感覚になると勝てる、はい、このピッチャーは。でも気持ちがあるピッチャーだけに、人についていくっていうことじゃないんだよね、自分が引っ張って。そうそう、大学の時からね、もう優勝するために俺についてこいみたいな男気があるタイプなの、はい、だからチームを自分のチームだと思うようになってくると勝てるようになってくる。だからそこに期待だね、その精神面っていうところですね、うん、だから持ってるものは素晴らしいし、はい、勝てるピッチャーだと思ってるし、はい、だから期待したいと思います、はい、じゃあロッテは、打者は MVP は鈴木大地選手、はい、で期待する選手は安田選手、安田、そして投手の MVP は種市投手で、はい、期待するピッチャーは佐々木千早投手、そうです、ね、はい、今年も頑張ってください。